板谷淳介板谷淳介3月12日から1949年12月20日は、貴族院直選議員、衆議院議員、参議院議員、研究会所属、旧姓、山田、新潟県出身。山田六右衛門の息子として生まれ、初代、板谷宮吉の養子となる。慶応義塾大学卒業後、明治45年、板谷商船副社長。 小樽商業会議所顧問、北海道のお供会会頭、札幌電気軌道、お島海岸鉄道、猿鉄道、東屋湖電気鉄道、帝国自動車工業各社長、カラフト銀行、平和生命、十五百貨店、日本電気夜勤、羽田製企画、取締役。昭和2年に、栗林後1日休止に伴う北海道選挙区の補欠選挙において、 声優会は、室蘭から適当な候補者を絞れず、小樽の板屋が推薦されることになり、民政党の候補者と争い衆議院議員に当選した。以降4区で、第16から18回と連続当選していたが、室蘭出身の南条徳尾に敗れ4区からは撤退した。当選6回を数えた。斉藤内閣で、鉄道産予感。 昭和21年5月18日に、貴族院議員に直選。昭和22年に、参議院議員に当選。参議院運輸及び、交通運輸閣委員長となる。日本自由党、民主自由党で、参議院議員会長。1949年12月20日に病死。村上義和により追悼演説が行われる。衆議院。 第58回帝国議会衆議院議員名簿、衆議院広報付録、1930年、36ページ。AB、47都道府県別日本の地方財閥56ページ。ABC、人事更新録、6版、日本全国諸外者役員6。第36回、議員当選通帳受領、官報1927年7月23日。 衆議院洋覧。昭和7年5月おつ、衆議院洋覧。昭和7年5月おつ、官報第5804号。昭和21年5月23日。議員主教及び、調子、官報1949年12月26日、板谷淳介。www6.plala.or.jp。 2020年11月21日閲覧。木村よしよう近現代、ケイ World 木村武千代。k i n g e n d a i k e i z u n e t 2020年11月21日閲覧。ありがとうございます。